どうも、寺田です。今日もミンゴルやっていきましょう。今日はのんびり実況プレイということで、そんなにものんびりしていられない朝なんですけれども、まあ、たまにはやっていいかなと。まあ、ちょっとね、まあ、いろいろありまして、いろいろあるんですよ。毎日。自堕落な生活ってやつですね。しょうがない。で、今日は、BGM 回帰します。光復刻はやらずじまいですね。グランドロックバレー、こちらバーサスか。バーサスやだな。はい、ではグランドロックバレーの BGM 開けていきましょう。サブアカの方でグランドロックバレーの BGM 使えるようにしました。音どんなんだろう。いいやん。グランドロックバレーの曲 BGM いいですね。すごく。なんなんこれ。まあ普通に打ったらダメなのかな。ここの間を通せってことか。まあ通してみるか。こうかな。風があるけど、まあとりあえず打つかって感じか。どうなる？ガサる。下か。下に行くのか。なるほどね。理解した。下行っちゃうのか。この辺はどっかの攻略動画見てからやるのがいいかもしれない。でも真ん中通したいんですよね。スプーンでいけるか。よし、やってみましょう。下か。あ、4番アイアンなんだ。よし、この間を通すのってこうなるとここか。許容できる限界。この辺かな。許容できる限界。これでダメだったら、避けて打ちます。ガサる。まあダメか。まあ次のホールもあるのでこの辺で諦めます。よし、だこの辺で打ってたよね。カサル。それなんだ。それ。なるほど。わかった。
これはいくつかやりようがあるんですよね。まずは草との距離をまあ離した。んで、跳ねるか、この辺かな。一番奥のホールか。なんていうか、なんか絶対不評なの分かってて作ったって感じなんだよな。まあいつかはこういうホール作らないといけないって思って作ったんだろうなと。なんかね、やっててね、面白くない。まあ当然なんですけど、飛ばせない。まあ低弾道でうまくいきますよっていうことだとは思うんですが、ボールがうまく進まない。これは無風だろうけど、 25.4 上ぴったりで打つのは多分間違いでしょうが、これでやってみよう。一回ちょっと強めに打ちました。これぐらいがちょうどいい可能性がある。ダメか、もうちょい強めか。6.5メーター。でもね、あんまちょうどにすると、これも低反発、低反発じゃないか。うわっ、普通に打てばいいか。オッケー、とりあえずカット。よっと、へへん。またガサルホールで、もう絶対もうガサりたくないから、これ絶対大丈夫。悲しいこれ。ここでいいかな、大丈夫かな。うわ最悪、やっちまった。まずい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 。マイチャレで20。あー、いい感じだねこれ。全力打破で多分ちょうどいいと思う。7.5。 まあ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 、いいでしょう。一回つけてその後勝てる。具合はもう分かってる。ここは決められないと。まあとりあえず勝ちますか。 OK。 なあらら、
カー以上取る。どんだけ難しいね。384。マイチャレか。で、バウンドするのが嫌なんだろうな、多分な。超フルで打つか。16.4 で風もあって、ここで行くか、風。これかな。で、ぴったりで打ってもいいか、16.4。うまい。これでどうだ？うお、惜しい惜しい。こんなことある。あるんだな。下で打てばよかった。ああ、ぴったりだ。じゃあ入れるか。よし。ホールインワンの可能性あったな、今。惜しかった。いやー、気持ちいいゴルフができた。ここは。ここでの障害は、バウンドするっていうだけだから。それだけ気をつけてやればいいだけ。なんかね、本当にね、木が邪魔なんだよね、あれ。どうにかなんないのか。こういうのでいいと思うんだけどな。超フル。クソ跳ねるところに打つ。どうなる？よし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 。実際邪魔な木いらないんだよ。1,2,3,4 下4はいらないか。戻す。霊峰マイチャレ 2.6 下ぴったりで打つ。オッケー。うわー、うまいか。やっぱ障害がないと気持ちよくプレイできる。じゃあここでやめますか。ランクマ。いけるいける。超フルかな。危ない。で、2回負けじゃん。まあ相手のショット見ようか。192パワー。なるほど、この強さか。それジャッシュで勝てるって感じか。1個右でこの強さ。 OK、 ジャッシュじゃない。負けた。
勝ね。楽勝。シューン。ふん。今日は水曜日。プレイガチャやります。全スキップ。お、なんか新しいの来てる。チケットを使う。おっと来た。はい。ベルベットドレス。では行きますか。何にしようか。 MGC も気になるけど、とりあえず今シルバーなので何もやってなかったので、一回やろっかな。ミンパス買ってない。まだ今日も頑張りましょう。誰にしようかな。うん、最初の対戦相手が、うわーマジで2517、超久、超久やわ。でももう負け確じゃん。負け確です。あー勝つこれか。では始めます。はい。超パでもそこまでしか届かない。お、超フルだと、マジ超フルだといけんだ。超フルだといけるんですが、ビッグ。ナイスショットです。入るのこれ。これでマジで入んの。いける。マジか。信じられない。素晴らしい。素晴らしくねえか。 1.4 倍。まあ狙うしかないよね。いや違うわ。これを見ろ、これを見ろ。ダメだ、クラブが赤じゃないんだよ。勝負もできない。すまね、クラブが赤じゃねえんだ。今日も頑張りましょう。誰にしようかな。ルイルイさんやるな。うん、リベンジマッチない。夏美さん、にーちゃちゃち、夏美ミンゴルキャディ、夏美星マーク、パー3。
あー向かいか、いや違う。さあ行きましょう。狙うか。風神会議かな。何がいい？マイチャレの方がいいのかな。こいつ使えねえのかい。いや残り40秒入ったらいいけど厳しいかな。一応これ入ったと思うんだけど、どうでしょう。よかった。厳しいぞこれ。こいつはむずいです。ルイルイさん来てよかったわ。見どころ満載。さあ行きましょう。ナイスショット。相手はこれ決めるの厳しいでしょう。下じゃダメだね。入っても勝てない。まあでもオレンジでも無風だから多分大丈夫だと。で入ってないんだね。あナイスショット。今日は1回勝てばいいと思っているので、まあこれでやめられるんですが。はい、これで多分シルバーは抜け出せるよね。ゼロ、ゼロでいいんだ。ゼロでいいんだ。マジか。シルバーや、シルバーでプレイしてる人ゼロ人説あるね。ガチャリ、ガチャやりたい。MGC どんな感じになってるかな。グランドロックバレーが初回に来る。鬼やな。まだやれる、まだやれる。じゃあクローゼットでちょグランドロックバレーやるかーなー。いやでももうすごい痛い目に遭うんだよなグランドロックバレー。それでも行くか。そこまだやったことなかったわ。これちょうどだね。ってことはこんな感じと下でぴったり55下。マジか。ぴったりだとダメかもしんない。うん、まあよし。55下だからこういう感じか。なるほどね。もうちょい弱めに打つか。
最後にあれか、こんぐらいでいいかな。いや外す、マジ 10.3。 これ外したらやめる。いやいや、やめられないけど。かあ、まあまあ、でもコース知らないといけないから行くわ。みんな苦戦してる。何このコース、みんな苦戦コース。サボテンがいい感じですね。はい、んで普通砂ぼこり今日最後、欲張りだな、欲張りなコースだな。風強い、12、ここぐらいでいいよね多分ね。うわ、よし、うまい、うまい。まあ無風なんだけど 3.0 した。 1,2,3,4,5,6 かな。普通に無風低反発打ちたいな。3ホール目が分かんないんだけど、でぴったりじゃなくてちょっと弱め。なんでこうなるんだろう、なんでこうなるんだ。なんかようわからん、なんか荒いポリゴンのところに落ちたし。よし、やっと入った。やっと入った。低反発も使っちゃったな。でも障害がないのはいいね。なんか負けそう。はい、1打差、最終ホール。あー、障害ないんだ。あー、そっか。で 50.8 したってことはいるんだな、超フォーミング。なるほど、このぐらいかな。 OK、 手前に落ちるようにした。ドン。めっちゃ飛ぶやん。めっちゃ飛ぶやん。隣のホールなんかあったぞ。なんかあったよね、グリーンがあったよね。今 1.2無風しとくか。し
決めるつもりで打つ。ここを決めて最終ホール待つ。っていうか自分が最後か。ああ、まだ終わってない。残り58ヤード。ここで決めたら相手の勝ち。この長い距離を沈められるか。外す。でも相手の勝ちか。それでもどうでしょう。勝ちました。いや、きつ。あ、でも全然障害ないからやりようによってはだな。低反発持ってればいけるね。そんなに難しくはなかった。はい、まあ一通りやったから終わりにしますか。うん、いいでしょう。ちょ、しのみちゃんの衣装だけ変えよう。しのみちゃんの衣装変えられないかな。なんかあのチケット使ったら変えられないのかい。変えさせてくれよ。チケット使ったらこう何種類か変えられますみたいなあったらいいのに。どうしようかな。何これ、マヤスーツ。あー、この前当てたんだ。シンプルイズベスト。こんな感じにして、おお、うん、うん、うん、まあいいか。何これ、マハロスマートゴルフウォッチ。はあ、いいですね。はい、あ、この腰回りがいい。腰回りが。ということで、今日のミンゴルは以上になります。うん、まあ年末に向けて、今後も楽しくやっていこうかなと。楽しいね、やっぱミンゴルはね、うん、思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。